フットボールファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。多くの観客が見守る中、選手たちが入場しています。さあ、前半のキックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 5-3-2 で臨んできています。フォワードディフェンスの能力が高く、バランスの取れたチームです。一方、相手チームも同じようなフォーメーションでのマッチアップとなります。攻守ともに個人の能力が優れた選手が揃っているチーム。決めた、入った、先制ゴール、待望の先制点です。この1点でチームは波に乗りたいところです。ここで貴重な1点が入りました。抑えます、アレックス・サンドロ。ゴディンがここはクリア。両チーム立ち上がりの良さが勝利のキーとなってくるでしょう。この位置でボールを奪う、パスを出すよう声を出します。一人狙った、ここでこのゴールを決めた。華麗なる2ゴール目。これで2点目、チームに大きく貢献します。前半13分、ここからどういった試合展開になるのでしょうか。出しました、抑えます。微妙ですが、わずかにオフサイドです。ここからリスタートです。パスを出すよう声を出します。相手ボールになります。中央にトラップ、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、奪いました。ここで奪い返された。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。このパスは通りません。ボールを回します。アレックス・サンド、身長180センチ、ブラジル出身。今日は左サイドバックでの起用となります。キープ、つなぎます。相手ボールになります。右へ、フランクランクからゴレツカ。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。もっとボールを奪いに行くよう選手に声をかけます。ペナルティエリア前でダイレクト、ここで選手たちにパスの指示が飛びます。止めて、プレッシングの指示が選手に出ています。止めて、エリア内、このファウルはペナルティエリア内だ。 PK という判定。決めるか、止めるか。クルトは得意のセービングでチームの勝利を支えます。決まった、ここで失点してしまった。いやー、これは素晴らしいゴールでした。前半39分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。さあ、ここから反撃が始まるか。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。奪われました、コーナーキックです。ゴール前は激しいポジション争いです。ダイレクト、綺麗にヘディングで合わせてきました。前半45分、キックオフから試合再開です。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。ここでホイッスル、前半が終了しました。両監督、果たして後半はどう出るか、引き続き注目していきたいと思います。さあ、もう間もなく後半です。ドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。
さあここから反撃が始まるか。ボールを奪われました。このボールを古川がここはなんとかクリアからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ここは正面でした。選手たちは監督の指示に応えるべく動きます。プレスをかけるよう選手たちに激しく指示しています。奪います。カットに入りました。運んでいった。決めた。あ、このシュートは防げなかったか。またこの男が決めました。このゴールですでに2点目を決め、今日絶好調です。後半15分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。得点につながる指示となるか。奪われます。ここでのクロスが果たしてどう機能するか。前線付近でボールを持ちます。奪いました。ここでサイドエリアのカバーリングを担います。選手たちが監督の指示に沿って、そのままシュート、23分、キックオフから試合再開です。もっとボールを奪いに行くよう選手に声をかけます。ボールを奪います。周りを見て右へ送って前に出す。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。前線付近でボールを持ちます。奪われました。ライン終わりました。ボールを投げ入れる。クリスティアーノ・ロナウドからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ボールが奪われました。ネスタがパスカットに入りました。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。一人で行く。残りわずかな時間でどう動いてくるのか。この指示で得点につなげたい。割って入ります。からのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。縦へ送りました。ここで奪い返します。得点につながる指示となるか。勝負を決める選択となるか。このパスは通りません。中央に出す。見事なオフサイドトラップです。ここからリスタートです。ここでアディショナルタイム突入です。キープ。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。奪いました。監督からパスの指示が飛びます。ここで右サイドを狙っていく。縦へ大きなパス。試合終了のホイッスル。見事な勝利を手に入れました。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。